はい、これは桜カードのね、上下編ですね。今度は、ね、黒カードから桜カードになって、黒カードってのは本当苦労しながらね集めてるんですけど、桜カードってのと、だんだん物語の後半ぐらいになってきて、でそれで、本当に一番本当に好きな人っていうのは一番好きな人ですね。一番好きな人は誰なのかなっていうふうにこうなっていくんですよね。やっぱりほらこの世界で描かれてるとさまざまな友達を通して、そしてさまざまな人と恋愛をしてるわけですよ。でそれを通してさくらちゃんというのがその中でさまざまな友達やさまざまな恋愛というものを経験しながらも、本当に自分にとって心の底から好きで一番手の好きな人は誰だろうっていう、まあ哲学的みたいになるかもしれないけど、それを考えた時に誰なんだろう、ゆきとさんでもないゆきとさんかなとか、あるいはともよちゃんかなとかね。でともよちゃんのあの子ってすげえ金持ちだから、衣装部屋がすごいんですね。いつも車なんかばっかりだから、すごい興味があるから、どういうこういうおしゃれしてる人がどういう車に乗ってくるのかなと思ったら、その例えばさくらちゃんのお父さんはルノートゥインゴっていう、なんていうんですかね、ルノーのちっちゃい車があるんですよ。まあ言ってみれば今の軽自動車ぐらいだから、三菱の i っていう車があるんだけど、それとほとんど変わんないぐらいのちっちゃい車があるんですよ。で昔で言ったらトゥデイがだよな、トゥデイの2代目、トゥデイの2代目ぐらいのあのちっちゃかいね、あののがルノーのトゥインゴってのがあるんですよ。でそのルノーのトゥインゴの初代にそのお父さんが乗っててね、ああいうカードキャプテンさくらのうちのお父さんってなんかイメージ的にはもうちょっとでかい車乗ってんのかなと思いつつ、軽自動車みたいなちっちゃかい車乗ってくる、ね、でちっちゃかい車乗ってくるからなんか軽自動車乗ってくるのかなと思わしつつも、その実は外車でしたみたいな、フランス車ですみたいな、そういう車に乗ってくるのね。でそれであとはその本当にお兄さんは、トウヤのお兄さんはバイク、かっこいいバイク買ってきたんですよ。バイトで貯めてさ買ったんだとかって言って、で CB700 だったかな、バイクのことはそんな詳しくないんだけど、確かホンダのバイクだったような気がしたんだけど、なんかそのバイクかなんかを買ってさ、で結構あれね、実物で買うとあのバイク実車がある、実車も存在してるんだけど、あれ実車は高いんですよ。もうそれをこうバイトで食べた金で買ったっつって、念願の好きバイクが好きだったらしいんですね。でそれで買ったんだっつって、でそれで買ってね、でそしてほらあれですよ、なんですか、他の人だと例えば一番の彼氏であるそのシャオラン君ですね、のあれですよ、一旦どうでか彼氏さっき言っちゃいましたけど、シャオラン君じゃなくて、そのシャオラン君のうちはすごい金持ちなんですね、中国の子ですごい金持ちなんだけど、でそのすごい大富豪みたいな感じなんだけど、その大富豪だと何の車乗ってくるのかなと思ったら、ロールスロイスのファンタム乗ってくるんですよ。ロールスロイスのファンタムっていうのは昔の1960年代から90年代あたりまで長いこと作られてた車があって、でロールスロイスってすげえ静かな車で、おしゃれの王道みたいな車なんですよ。でそれですごいもうシルバーゴーストなんて昔ありましてね、であれは幽霊みたいだって言われて、そのぐらい音が静かだと。だから今の時代でいうとプリウスみたいな感じですごい静かに走り出すんですよ。本当に EV 自動車ですかとか電気自動車ですかって突っ込みたくなるのが、本当にすごい静かだったんですよ。で当時はほら静かな車でライバルとディムラーっていうのがあって、ディムラーのやつのすごい電気自動車ですかってぐらい音がちっちゃいの。普通エンジンかけるとブワーンってなるんだけど、それからブワーンってなるんですすごい静かな音なんですよ。でそういうところが本当にこうイギリスらしくて、紳士の国らしくていいなと思って、でそういう
のを乗ってたんですよ、シャウナ君。うちはね、お父さんかな。お父さんがいないんですけど、お母さんかなんかの家で。で、その召使いかなんかがいて、その召使いの人がいつもそのファンタム乗ってくるんですよ。で、その、あのファンタムがね、本当によくて、で、うちのほら、おじいさんがね、まさにあのファンタム乗ってたんですよ。あの真っ黒い、あの黒くて、あの、ミルジみたいなやつ。あれ乗ってたんですよね。で、いつもお伺い運転手がふーってやってきて。で、おじいさんがあのパイロットだったから、あの、よく私が前の場合らしいんだけど、そこにこうブーってやってきて、そんで、あの、いつも、その、なんていうかね、そのおじいさんを乗せて、で、四国空港、四国、あの、四国空港じゃない、四国場まで運んでったっていうね、お迎えに来ましたみたいな。で、そういう、あの、ことがあったんですね。で、それと同じ方のファンタム。だから、後々、今でも覚えてるけど、もう、ね、おじいさんに、まだ生きてる頃ですね、この時の頃ですね。で、おじいさんに聞いた時に、あの、その時まだはっきり喋れてたのね。あの、後半になってくると、タバコをよく吸ってた人だったから、昔の人って結構タバコ吸ってたから。だから、しかも、なんていうの、パイプタバコって、洒落たタバコで、おしゃれ好きだったんですよね。で、そんで、その、おじいさんが、後々になってくると、ほら、あの、タバコをあまり吸いすぎるとね、やっぱ体にちょっと悪影響を及ぼしちゃったりする場合が高くなって、で、それで、言葉がちょっと喋れなくなっちゃったりなんかしたんですよ。でも、私がこの時、このカードキャプターとかやってた時、漫画でやってた時とか、アニメでやってた時とかだって、まだ喋れるってあったんですよね。で、それで、そのおじいさんに、まだ喋れてた時に聞いたら、あのロールスロイスのファントム、これは知ってるよって、あれも昔持ってたと。まあ、あなたが生まれる前まで持ってたって感じで。ちょうど欲しかったんだよな、私がね、物心から生まれる1年前ぐらいに、ね、手放しちゃったらしいんですよ。それが生まれるね。まあ、なんちゅうもったいないことするんだと思って、だからそのファントム。だからそのファントムを、ね、どっかのガレージかなんかでずっとね、保管していてくれればさ、その実物を見れたのになと思ったんですけどね。ですけども、大事にね、その展示してくれればいいなと思ったんですよ。で、それを見たときに、その、ね、偶然じゃないんだけど、その何ていうの、出会いっていうのがあって、ああ、なるほどなと同時に思ったのは、やっぱりそういう人情味の高い人、要は魂の強い人っていうのは、上級の魂のいる人っていうのは、やっぱり、なんていうのかな、やっぱりそういう人を呼んでくるんだなと思ったんですよ。こういうカードキャプターサクラから通してね。だから、やっぱりカードキャプターサクラはやっぱりほら、すごい人情味があって、魂の位で言ったら一番上っていうか、の魂の位であるわけだ。で、それを見たときに、やっぱりその、やっぱりそういうものを見ると、やっぱりそういったものを人たちを呼んでくるんだなと思ったけど、まさにその通りだったんですね。で、それで、私はおじいさんによく可愛がられたりなんかしてましたから、俺が来ると孫が来たって喜んでくれてね。で、可愛がってもらってね、来てたんだけども、まあ、その時俺はファントムのことを知ってたんで、このアニメから通してロールスロイスファントムを知ってたから、ロールスロイスファントムを押したんですかね、なんて言って、おそろそろ聞いてきたから、あ、持ってたよって言うから、ね、で、おじいさんってのはやっぱりパイロットやってる人だから、やっぱり仕事に関してはちょっと厳しい人だったんですよ。ですから、なんていうのかな、例えば当時の昔の人だから、おばあさんに対しては料理ができないと、なんでお前は料理ができないんだっていうぐらいの人だったのね。でも、その、なんていうの、人情味あるんだけど、もう、スパルタっていうかな、そういったところが昔の人って強かったから、特にその、お金持ちであれば、お金持ちである人とかもね。で、それで、そうだったの。だけど、その時に、ファンタム持ってたよって言って。で、その真っ黒なやつをね、持ってて。あーと思ったんだな。それでそういう車にがあってのを知ったんだ。だから
私がこのカードキャプターさくらでこんな素晴らしい車があるんだなってのを知ったんだよね。ロールスロイスファンタムがあるんだって。でそれであとそのでそれでロールスロイスファンタムが好きになったんだ。であとほらなんだっけな、例えばカードキャプターさくらって言ったら大道寺友枝ちゃんってやっぱりね、おもちゃ会社の社長をやってる人で女性の人なんだけど、ともえちゃんのお母さんがやってる人だったな。でそこの字はやっぱり複雑だったんだよね。ともえちゃんのお母さんが要するにその実はさくらちゃんと 親戚だったと。でそれでそのなんていうの、要するにさくらちゃんは自分が5歳ぐらいだったかな、なんか3歳か5歳の時に自分のお母さんが亡くなってるんです。でその時にそのなんていうのお母さんが若い時になでしこさんって言うんだけど、若い時にその亡くなったんです。25ぐらいで亡くなったらね。でその時にそのお母さんとお父さんとかすごい年が離れてたんだけど、その時にその時からも大学の私が先生になって勉強して、だから当時大学生ぐらいだったんじゃないかなになってて、でそれで付き合った時にそのなでしこさんの同級生だっていうのがその大道寺智代ちゃんのお母さんだったんですよね、確かに。でそれで、そのなんていうのかなのがあって、でそういったことがあったんですよ。でもそれは当の智代ちゃんとか大道寺さんとか さくらちゃんはそういう親戚に当たるんだってのは知らなかったんですね。でも大道寺智代ちゃんの方は多分知ってたんです。知って、私が思うにあれ知ってたと思うんです。うん、知ってて、でやっぱりその智代ちゃんはやっぱりさくらちゃんのことを好きで、恋愛としても好きで付き合ったんですね。でそれでさくらちゃんをもう尽くしてるって言ったんです。で、さくらちゃんが大好きだ、大好きだってそう言ってて、で、それで服なんかすごい金持ちだからおしゃれな服たくさん何着も持ってて、で、それをさくらちゃんにコスチュームさせて、コスプレですよね、今で言う。だからコスプレなのに先駆けるもんなんですよ。で、それをさせて、うわ、これは可愛い姿ですね、似合いますよ、なんて。で、それを、しかもコスプレして姿を、そのビデオで収めて、でそれを録画して、全部持ってるみたいな、そこまでの熱の入り込みようなんですよね。でそれでその大道寺さんが持ってる、親が持ってる車っていうのが確かなかったんです。キャデラックゼビルなんですよ。95年から98年ぐらいまで出てたゼビルっていう型があるんだけど、あれ好きな車だったね、私も、ゼビルが。で、あれも好きな車だったんですよ。もういかにもアメ車ですっていう感じのキャラだったね。でっけえのよ。で、そんで、あれをでかいのをぐる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 とこう回してね、パラステがついてたんで、あれぐる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 回して、簡単に動くみたいな。でも、自由自在に動くみたいな。遅めのライトのあのキャラが本当好きだよね。で、あれ、後々調べたらちょっと故障が多かったらしいんですけど、電子部品がなんかちょっと弱いらしくて、そういう車がおしゃれでね、なかなかいいなと思ったし、で、なんていうのかな、いつもその SP っていうのがいるんだけど、要するに護衛みたいな感じの人がいるんだけど、その人がですね、いつも黒い服着た、黒いスーツ着た、男かと思いきや女の人ばっかなんですね。だから男は一切入れませんみたいな感じのうちで、女の子だったんですよ。で全員女の子が女性なんですよね。で全部女性で仕切ってるんですよね。だからすごいそういうところだとちょっと独特なうちで、で大道寺智代さんのところがやっぱり母子家庭かなそのうちで、お父さんが確かにいないんだよね。で私が見たらまだその次の今のシリーズの今のさくらのやつはまだ見たことはないんだけども、だから私の中では なんで大丈夫友達はいつも お父さんがいないのかなと思ったんだけど、どういう理由でね、例えば亡くなったのか、あるいは離婚したのか、あるいは何か
まあこの人は少ないかなと思うんだけど、虐待がなんか受けたのかなとか。でもそれで虐待の刑は多分ないだろうと思うけど、なんか離婚をしたのか、病気かなんかで亡くなったのか、何らかの理由で亡くなったのかね。なんだけど、ただその何て言うんだろう、そういう女性だらけの家だったんですよ。ですごいその何て言うのかな、車でなんかもやっぱり特徴的な車に乗ってたので、で車でバイクなんかな、だからすごいやっぱりそういうところがこういいなというのもあったんですよね。こういうのってやっぱりこういうアニメってさ、なんだろう、どんなアニメってこういうアニメとか漫画ってさ、主人公とかその周りの人たちがどんな車乗ってんだろうとか、どんな乗り物乗ってんだろうって気になるんですよ。でそれを見たら、あのほら全く架空の話ではないからね、あの実車にあるような車っていうのをモデルにしてるのもあるから、だからそれで、あ、なるほど、こういう車をしてるのかっていうのがあって、あ、なるほどなと。だからこういうなんか紳士的なアニメっていうと、やっぱりこういうおしゃれ系のね、人が選ぶ家とか車とかファッションってどんなものを持ってるんだろう。だからあのケロちゃんのあのファッションショーみたいなね、ケロちゃんのコレクション紹介みたいなのあったじゃないですか、必ず。あれ好きだったんですね。で、それで、ケロちゃんチェックとかってね。で、あれが、おしゃれな、こんなおしゃれってのはこういうもんで、こういうものをつけるともっとかっこよくなるでとか、もっと可愛くなるよとかさ。なるほど、と。いい歩き、勉強になりましたよ。で、それで、すごいですね。やっぱりそういうのがすごい気になったから、あ、なるほど、と思って。でおしゃれな人って確かにおしゃれで、見たことないこんなものっていうものを持ってるんですよ。見たことないものを持ってるんですね。だからみんなあるもの、みんな持ってるんじゃなくて、どうしてこんなみんな持ってないものを次から次へとどっから持ってきたのかってぐらい持ってるんですよ。でそういったものを見た時に、あ、なるほど、こういったものかと思って、でそれであのあれだったんですね。そういったあの世界観というかのはありましたね。どうもありがとうございました。